サッカーファンの皆さん、こんばんは。本日はウディネーゼ対ユベントス、コナミスタジアムよりお届けしてまいります。解説は北澤さん、実況はジョン・カビラでお届けしてまいります。さあ北澤さん、よろしくお願いいたします。こんばんは、よろしくお願いします。ゲームの序盤どう動いてくるんでしょうか。サパタ、ここをかわした、シュート、しのぐ、ボールますよ。ディバラ、クアドラ、ユベントスはここまでアウェー戦で全勝、引き分けも負けもありません。敵地での強さが光っています。まあ、強いですよね。完全アウェーで勝てるということは、やはりクラブのメンタルがしっかりしている証拠ですよ ね。 そうですね。地元のファンも心強いと思いますけどね。はい、アザヌグルクリ、ディバラ、ウディネーゼ、先日の試合ではあまり采配が的確でなかったとの指摘、ところどころありましたね。まあそうですね、後半守りに入りたい気持ちは分かっていたんですけども、逆に引きすぎたことによって相手に攻め込まれて失点してしまったわけですからね。アンジェンダ、体を張ります、抜けてくる、スペースへ、裏へ抜けたと呼んでいた。ダニーロ、ここはファールです。ここまでのところは両チームとも流れは悪くないですよね。しっかりシュートまでいけてるので、攻撃の形はできてますよね。スペースを狙う。ユベントスはこの前半序盤に大体得点するシーンが多いと先月のマンスリーレポートにありましたが、そろそろかと期待しています。ヤクブ・ヤンクト、ここで前を向けるか、組み立て直します。これはうまいラインコントロールでした。最後ワンタッチで入れてきましたけど、アイディアとしては良かったと思いますけどもね。前半の14分を過ぎたところです。ここで受ける、ここは体を張ります。一旦クリアで落ち着かせます。吉川、ここで収まる、ボールに飛び込んだ、飛び込んでいってダイビングヘッドでした。タイミングよく飛び込んでいきましたよね。いいトライだったと思いますね。ユベントス、なんとか今のシーンしのぎましたね。こんなチームが相手の時は、攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。クアドラ、
裏へ届くか、セーダー、おっとルーズボール、いやファインセーブでしたね。決して簡単なボールではなかったと思いますけども、よく止めましたよね。この難しいボールによく触りました。今のは誰もついてなかったですからね、フリーで打たせてしまいましたよね。前半最初のコーナーキック、いや惜しいシーン、しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした。ウディネーゼミドルなんですけどもね、非常に迫力ありましたね。これは奪い返します。前線へ大きなフィードです。ここは要注意ですよ。絶好の位置来たぞ、ヤクブ・ヤンクト、味方を走らせる、ここで丁寧にボールを扱う、クアドラード来た、先制、ユベントス先制点はユベントス。力強く足を振り抜いたシュートをネットに突き刺さりました。いや振り抜きましたね、これ本人も気持ちよかったでしょうね。さあユベントス先制ゴールを決めました。1対0、1点先制しましたけど安心はできないですよね、はい、当然相手はアグレッシブに攻めてくるわけですから、攻守のバランスをうまく取っていかないといけませんよね。なるほど、この柔らかいパス中央へ、ルーズになる、前線にボールを送ります。さあボールはディバラ、イグアイン、緩いボール、さあどうだ、決まった、追加点、ユベントス、ユベントス立て続けに得点が決まります。さあ今のゴールいかがでしょうか。いや見事なシュートだったと思いますね。キーパー反応しにくい低い弾道で打ち抜きましたからね。さあユベントス、さらに1点を追加し2対0としています。ユベントスとしてはこう立て続けですと勢いがありますよね。相手チームメンタル面でダメージ食らったんじゃないでしょうかね。このパスを受けて、大きく縦へ、ヤクブ・ヤンクト、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。ここからいきますよ、クアドラ、さあつながるか、縦に仕掛けます、ヤクブ・ヤンクト、ボールを下げてリズムを作るか、スルーパスを出す、フリーだ、チャンス来た、溺れてますよディバラ、今の飛び出しなんですけれども、いやいいですね、まさにこのタイミングっていう時に収まりましたからね、これを繰り返していけばいいと思いますけどもね。上げる、どうする、来た、チャンスだ、ここは大きくクリア、危ないシーンでした。サパタがここしばらくは戦列を離れていましたが、今日はスターティングメンバー入りを果たしています。長い縦へのボール、曲げる、このクロスには合わせる選手がいません。ディバラ、ふわっとしたボール、
クアドラード、弾かれましたがコーナーキックのチャンスになります。おっとここでイエローが出ました、ユベントス。あ、これは一つ前のプレーですね。ミドル、ウディネーズ、これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。ちょっと遠目からのシュートでしたけども、もう少し前に行っても良かったんじゃないでしょうかね。チャレンジはしません。後ろに流す、イグアイン、どうだ、ディバラ、ここは競り勝ちます。サパタ、これを奪います。パスでつないで攻め込んでいきます、ユベントス。ここで笛か。素晴らしいシュートで前半を終えます。ユベントスはもう少しでゴールというシーンでした。北澤さん、ここまでについて何かございますか。ユベントスとしては先制の勢いのまま2点目も叩き込んだという感じでしょうね。後半もそういった流れに乗った攻撃を見せることができればさらに試合を優位に運べるでしょうね。ユベントスが2対0とリードして後半を迎えます。さあご覧のようにセカンドハーフスタートしています。来た、これはシュート、いやー追加点、ユベントス、ユベントスさらに突き放します。これで3ゴール差。シュート前の一歩で勝負あったか。キレのあるスルーパスからの一発。そう試合で何回も訪れないんじゃないでしょうかね、こういったシーンというのはね。両者のタイミングがなければ生まれないゴールですからね。ユベントス3対0と圧倒的な強さを見せつけるゲーム運びに今日はなりました。キーパー素晴らしい反応を見せました。好セーブを見せました。いやすごい反応ですよね。行きましたね。ディバラ、どうだ、ここには誰もいませんでした。サイドのスペースを使う、イグアイン、一旦前を取る、クロスを上げる、フォローいいですね。シュート止めた。4点目かというシーン、いい位置でフリーでしたからね。ここは決めておきたかったところでしたよね。これはアーリー、枠を捉えた形、もう切り打ってきましたね。距離ありましたけども、このパスがつながります。ここも固い守りでボールを奪います。通るのかこのパス、どうだ、シュート、これはもったいない場面でした。奪ってから鋭い攻撃ですよね、ゴールを目指すっていうね、そういった意思が感じられますよね。そうですね。ウディネーズ、今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。自分たちが攻めあぐねてるっていうことは相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいでしょうね。そういう意味では嫌な時間帯や局面ではボールを失わないことが大切ですよね。デパウ、ヤクブヤンクト、ここは競り勝ちます。縦にボールをつないでいきます。さあつながるか、吉川、先月はドリブルを仕掛ける回数がチームで一番多かったとのデータがありました。これはアーリークロス、通んなかったですけど大きな揺さぶりですよね。
ウディネーゼ、先ほどから前線の両サイドが外に開いているように見えますが、北澤さん、この意図はどういうものなんでしょうか。タッチラインまで相手ディフェンダーを引っ張って選手間の距離を広げることで中央にスペースができやすくなりますからね、そこに2列目以降の選手を取り込ませる意図じゃないでしょうかね。なるほど。ヤクブ・ヤンクト、もう一つ前に行きたい、上げる、このクロスには合わせる選手がいません。サパタ、裏を狙っていきます。ビグワイン、ロングフィードで狙う。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。ユベントスとしては無理に行く必要はないんですよね。しっかり守ってカウンターを狙う形でいいと思いますけどもね。ヤクブ・ヤンクト、味方を走らせる。サパタ、サイドを縦に走らせます。もういい形ですよ。抜けてくる、どうだ。ウディネーゼがこの時間帯中央の守備をがっちり固めているという印象ですが、どうご覧になりますか。いや、クロスからの攻撃を警戒してますよね。しかしゴール前をがっちり固められると一見攻略するのが難しそうなんですが、北澤さん、こういった場合どういう攻め方が効果的なんでしょうか。まあ、方法はいくつかありますけども、例えば遠目から積極的にシュートを狙ってみるとか、サイドから浮き球ではなくマイナス気味に折り返すとか、そういった工夫が必要だと思いますけどね。単純なクロスだけでは相手の想定内ですからね。はい、バリエーション、それが問われるところですね。そうですね。デパウル、チャンスだ。ロングボールを入れてきます。レミナ、中央行けるか。裏へのスルーパス、グアドラード、いい展開ですね。上げてくる、ボールは届きません。ディバラ、さあ右へ預けて。いや、今みたいなアリークロスはね、中の状況によっては効果的ですけどもね、今はちょっとありませんでしたよね。ヤクブ・ヤンクト、イグアイン、裏へ届くか。チャンス抜けた、フリーだ。突破できるか、シュートができるか。キーパー好セーブを見せています。奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。ウディネーズ、今のカウンターは危なかったですよね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。サイドのスペースを使います。大きく前線に入れます。左から上がっていきます。さあ、ユベントスボールです。さあ、これで交代枠をすべて使い切ります。ウディネーゼ、アーチのようなパス、ベースへ出す、シュート、まだある。ここはクリアでピンチを出します。戻します。
中盤でボールを取られることが多いんですよね。ここでしっかりとボールをキープして組み立てたいですよね。決められない中央、十分相手を引きつけたことによってセンター不利になりましたよね。素早いパスで攻め上がっていきます。スペース出ましたね。右サイド上がっていく。ボールがつながる。シュート、今はシュートが収まりませんでした。バデュヤクブヤンクとダニーロ、組み立てながら攻め上がっていく。スルーパス、このボールをカットします。ディバラ、先ほどから北澤さんしっかりチェックされていますね。まあ今日は目立ってますからね。点も取ってますしシュートも決めてますからね。相手としては抑えとかなきゃいけませんよね。縦にボールを送ります。ルーズボール、ボヌッチ、これはファールです。さあ交代枠を使い切りますか。さあゴールに向かっていく。シュート、いやシュートミスになりました。もうシュート打ったにコントロールしましたよね。長いボール縦へ、ここは読んでいました。長いボールを送ります。裏へのスルーパス、コース空いた、シュート、いや今のシュートミスはもったいない。ユベントス、決定的なチャンスを収めることができませんでした。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。裏狙いましたね。しっかりと抑えました。いや早めにクロスを入れてきましたけどもね、ちょっと合わなかったですよね。今みたいなアリー気味のクロスなんかはね効果的ですからね。どんどん狙ってほしいですよね。ヤクブヤンクとデパウル、シュート、素晴らしいボールでしたね。決まった、ユベントス、ユベントスさらにさらに点差を離していきます。さあ今の得点どうご覧になりますか。まあ本人としては今後の自信につながるような綺麗なボレーシュートだったんじゃないですかね。ユベントス、ゲームの主導権を完全に手中に収めています。この柔らかいパス、吉川、ギャリッチ、デミナ、アディショナルタイムは4分あります。このボールに触ります。ストラーロ、デパウル、ヤクブヤンクと味方を走らせる。さあここでカウンター、デパウル、バデュー、デパウル、
ここで笛です。4対0、ユベントス殊勲のゴール、勝ち点3をものにしました。さあ北澤さん、本日のゲームいかがでしたか？ユベントスとしては攻撃的で非常に迫力ありましたね。素晴らしいシュートシーンも見れましたしね。はい、そうですね。さあそろそろお別れの時間です。本日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。ユベントス見事勝ち点3をものにしています。